井上正宏は、日本の実業家。ヤフー株式会社元代表取締役社長。ヤフー株式会社創業者。東京都出身。東京理科大学卒業。1979年に、東京理科大学理学部数学科を卒業し、ソード電算機システムに入社。1987年に退社。1987年からソフトバンク総合研究所入社。 1992年にソフトバンクに転写。1994年社長室長を経て、1996年1月に、米国のヤフーとの合弁で、ヤフー株式会社の創業に、孫正義社長の側近として関与。同年7月から、ヤフー株式会社代表取締役社長に就任。1997年11月には、同社株式を店頭市場に、 そして創業7年目の2003年10月には、当初一部に上場。2009年度から義務付けられた役員報酬開示制度では、1億5900万円の役員報酬を受けていることが公表された。2012年6月22日、同社代表取締役社長並びに、ソフトバンク取締役を退任。退任まで同社は16期連続の増収増益であった。 2017年4月25日、アメリカが州国カリフォルニア州で、クラシックスポーツカーの耐久レース大会に参加している最中に、自損事故を起こし、死去。60歳没。ありがとうございます。